令和2年1月21日と28日の2日間、阿蘇市の阿蘇西小学校と一宮小学校で、プログラミング教育の公開授業が行われました。1月21日、阿蘇西小学校で行われた公開授業では、3年生から6年生までの児童がタブレット端末を使った授業を行いました。3年生の教室では、プログラマーになろう、自分のキャラを動かそうをテーマに、児童たちは2人1組になって、タブレット端末に専用のアプリをインストールし、自分たちが考えた筋書き通りにキャラクターを動かすプログラムを作りました。4年生の授業では、動きや音楽、光などのアプリをタブレットにインストールして、小型ロボティックボールを動かしていました。このプログラミング教育は、2020年度から施行される文部科学省の新しい学習指導要領に盛り込まれており、小学生が必修化されるために、阿蘇市教育委員会が阿蘇西小学校と一宮小学校の2校を指定して実践教育を行ってきたものです。1月28日に行われた一宮小学校での公開授業では、1年生は算数で大きい数、5年生は算数の多角形と円、6年生は理科の電気の性質と利用についてタブレット端末やその他の道具を使ってプログラミング的思考を育んでいました。これらの公開授業には阿蘇市内の小中学校の先生や保護者など教育関係者が訪れてその様子を熱心に見学していました。